グリーンズのホームページをご覧の皆様、フィッシュライフです。僕たちフィッシュライフは1月10日に初のフルアルバム未来世紀エキスポをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうすごく、はい、まあ、もうラーメンで言うと、うん、ないなないか、うん、ない。食べ物で言うとラーメンです。食べ物で言うとラーメンいろんな種類の、ね、ラーメンがありますよ、ね、いろんな種類の、ね、ちょっと薄味の塩からね、豚骨のね、そうガッツリね、ガッツリやつからね、もやし、もやしここまでも、もやしここまで、もやしここまでもってます。ありがとうございます。あるんで、ね、何でもありますよ、ね、何でもあるんで、はい、はい、そのね、CD 撮ってもらったら好きなラーメンがあるよと。あ、そうそうですね、もう、うん、まあ、そういうことラーメンで広げるとちょっとな、しんどくなるんですけどね、すごくいいアルバムになってるので、はい、ぜひ聴いてください戻って戻ってるね、はい、それに伴いライブも決まっております、はい、僕たちの、アルバムリリースツアー極東パビリオンの、はい、ファイナル、セミファイナルが、大阪、心斎橋ジャニスで4月13日金曜日に、はい、ワンマンライブやります。ありがとうございます。テロップも出るということで、ドンドンと、はいはい、出てます。見てください、そのテロップを。ワンマンライブ久々やね。ワンマン久々、ね、あ、確かに1年ぶりぐらいかな。1年半ぶりぐらいじゃん。1年半、そんな行くか。そんな行くね。そっか、うん、結構久しぶり。すごい久々のワンマンなんで、はい、そうっすね、まあ、八代亜紀さん呼んでスペシャルゲストで聞いてない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 。まあでもすごいね、ツアーの総決算みたいな意味合いもあるので、はい、そうですね、ね、すごいこう、どういう風にこう新曲が育つのかとかも、ね、はい、楽しみですしね、はい、うん、間違いない、ね、いいライブします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、チケットを買ってぜひ遊びに来てください。はい、せーの、フィッシュライフでした。